選び抜かれた生ハンマグロ、ぜひいろは豊洲、いろは豊洲、いろは豊洲の回転ショーを見て楽しんで、好きなだけ楽しんでくださいませ。本日入荷しておりますのは、特産生ホンマグロ、愛媛県産、60キロとなっております。お気を付けください。どうぞいらっしゃいませ。生ホンマグロでございますよ。これお願いですよ。愛媛県産60キロ、お願いしますマグロ、ね、生本マグロ、愛媛県産の60キロ型となっております。手短ではありますが、部位説明等々を、させていただきながら、解体させていただこうと思います。では早速始めます。よろしくお願いします。はい、まずですね、マグロ、尻尾から予想していきます。マグロ尻尾ですね。はい、今臨場感のロスも一緒にお届けしますね。マグロ切っております。はい、尻尾が切り落とされました。カシですね、競り場でですね、一番重要とされる部分ですね、専門用語で、尻尾ではなくケツと言います。マグロのケツでございます。こちらでですね、赤身であり脂の鮮度感、あと3つですね、本日のマグロいいかどうか、まず第一段階チェックさせていただきます。競り場ではですね、マグロのプロ集団いつもここを見てですね、チェックさせてもらうという次第でございます。はい、ブロの方を行きますね。はい、次ですね、マグロの今見えないですが喉袋を落とします。マグロのですね、方向を決める部分ですね、ヒレ、マグロのヒレですね、こちらを落としていきます。はい、これ舵を取って泳いでるんですね。こちらですね、今日お子様さんがお子様いらっしゃいましたね。最後、ご希望でしたらプレゼントさせていただきますね。部屋のね、ディスプレイ等々にね、飾っていただける方もいらっしゃいますんで。はい、マグロヒレ、最後プレゼント可能です。はい、こちら置いてみますね。はい、マグロとちょっと柔道するんですね。これ結構重いんでね、なかなか回るのも大変なんですよ。はい、引き続き今またヒレ落としていきます。はい、まずちょっとした見せ場になりますね。マグロの頭を落としていきます。はい、ちょっと音も一緒に拾いますんで、このマグロのシャキシャキ音ですね。マグロの頭を今落とす音です。だいぶ音で開きます。はい、マグロの頭落ちました。はい、マグロ頭ですね、簡便ではありますが、ちょっと部位の説明をですね、解説させていただきます。こちらですね、見えづらいんですが、脳天ですね、頭肉とか言ったりします。ここに2個入ってますね。おならがですね、マグロ頬肉、2個入ってます。こちらですね、皆様おなじみの親父でございます。芸色きたろう親父、煮付けに最高でございます、こちらね。はい、これ最後ね、今日は雨降ってないんですけども、かぶれば雨にも濡れないと、そういう運でございます。はい、ディスプレイさせていただきますんで、後からちょっとご覧になる方ね、間近で見てください。よし、はい、付属の部分が今全部落ちましたんで、本体の方が、本体の方に刃を入れていく作業に入らさせています。客席の方からはちょっと見えないんですが、
今ですね、マグロの身の方に歯を切り進める状態に入っております。はい、マグロのまず皮ですね。どうですか、皮触ってみてください。ツルツルです。はい、マグロの皮ツルツルですというご意見いただきました。はい、これもね、こちら置いておきますんで、ご希望の方触ってみてください。マグロの皮置いてます。はい、またちょっとね、客席の方から見えないのですが、マグロ解体の中で2番目に難しい作業が今進行しております。中骨と身を外す作業が今終わりました。これが2番目に難しい作業です。はい、背の部分と骨が今身の中で外れました。はい、次ですね、ここはちょっと一番緊張する部分なんですが、一番難しい部分なんですけども、背と腹を、分断する作業、ここが一番難しいですね。はい、どうぞ。非常に鮮度がありますね。こう息が良くてね、息がいいと包丁を跳ね返されるんですね。マグロが怒ってると言います。鮮度感がいいと怒ってるという言い方をします。はい、見えないんですが、はい、今ですね、中トロと赤身が取れます、背の部分が降りた状態になっております。ここからですね、マグロ飛び出しますんで、客席の皆様、マグロを見ていただければと思います。はい、今日のマグロです。はい、ライブ映像ですね、非常に鮮度感のある身となっております。今の解体されたこのマグロの色をですね、見ていただきたいですね。このマグロどんどん色が鮮やかになっていくんですね。専門用語で色が上がるっていうんですね。空気に触れることによってマグロの本来の色が出てきます。これがもうライブならではの、マグロ白物というわけでございます。今ここね、前の方見ていただけると思うんですけど、この落ちている部分ですね、ここはマグロの背という部分です。赤身と中トロが背の部分です。でここに見えるのが、マグロの骨、ここが、皆さん大好きな中落ちですね。ここに入ってます。はい、引き続きですね、解体の方は今度は、マグロで一番重要な部分といっても、過言ではない、マグロの腹の部分を下ろしていくんですね。腹の部分からは大トロ、中トロ、赤身が取れるんですね。で、統一市場の中ではですね、マグロの腹をですね、非常に重要視するんですね。マグロのものを入れる、マグロが逆に言えば腹がなくては始まらない部分で、腹の方を非常に重要視するという文化が統一市場の中ではあります。お寿司屋さんなりですね、飲食店さんも、という見方をされております。マグロ腹ですね、腹の方も、今ですね、はい、マグロ腹の方も今順調に、おろし上がりまし、カット、はい、はい、マグロの腹ですね、こちらね、はい、こちらがマグロの腹でございます。腹のライブです。飛び出します、マグロ飛び出せです。はい、マグロ腹、はい、どうぞ。マグロ腹です、お客様、マグロの腹ですね。はい、はい、分かりやすい部分ですね、まずマグロのね、今カマを落として脂の乗り具合、どのぐらい本日の魚脂がしっかり乗っているのかという部分を、目視していただきたいと思います。はい、降りました。こちらです。ありがとうございます。拍手いただきました。カマさん、ありがとうございます。この部分がね、マグロのカマでございます。カマ、取り出せば、マグロカマトロが取れるね、カマの部分でございます。素晴らしい油の乗り具合、この白さですね。油の乗り具合という部分で、見ていただければと思います。はい、カマの方も、こちらに置いてきます。はい。
解禁って中身がね気になると思うんですね、中身見てみたいと。今あのマグロに対してですね、断面をお見せする、タチを入れるという作業があります。タチですね。透明感ですね。あとここの、皮の白さ加減、こちらで油を見抜きます。腹を重視するんですね。はい、あと断面ですね。はい、こちらの方皮目から5センチぐらい、こちらが、中トロ部分でございます。ここから上が赤身、ここが大トロ部分になっています。はい、部分の方はですね、今